タイトル通り、スターウォーズとターザンをミックスしたような内容。ただ、視聴率が上がらず、8ヶ月で打ち切りとなった。そしてフジテレビの土曜夕方6時台後半は、この番組を最後に、同時ネット局のみ、スポンサードネット扱いで一部地域で、ローカルセールス枠に、格下げとなった。また、フジテレビ系列の地上波で、全国放送された最後のタツノコアニメでもある。 なお、タツノコプロによる、フジテレビ系列でのオリジナルアニメについては、のタみな枠で放送された、C まで長らく途絶えていた。16話と29話では前番組、未来警察、浦島の、浦島竜らが、ゲスト出演した。最終回の ED では視聴者からのイラストを、紹介している。企画時の仮タイトルは、宇宙の王者スターザン。 アニメ誌にも当初はこのタイトルで紹介された。オープニングで表示されたタイトルでは、当初、おかわり防イの部分の文字の色が濃い色であったため、背景の宇宙と覆ってしまい、わかりづらかったことから、途中からこの部分は白色に変更し、目立たせるようにした。本放送終了後は、再放送も少なかった。映像ソフトは、2017年5月26日に、 TC エンタテインメントより発売されたブルーレイが初である。宇宙のどこかにあると言われる伝説の理想郷、パラトピア。16歳になり、宇宙船のライセンスを所得した、ヤガミジュンは、消息を絶った、パラトピア探索隊の隊長だった父親を探しに、宇宙へと旅立つ。一方、大企業仮上コンセルンの会長、マネコは、愛しいジュンを嫁にしたい孫エビルスのため、 一家を引き連れて、純の後を追う。宇宙嵐によって、キラキラ星へと流れ着いた純は、友好的な原住民、背伸び族に助けられる。一方で続いて流れ着いた仮上ファミリーは、高戦的なロボット族に、遭遇、なり行きで彼らに、神様と崇められてしまう。仮上ファミリーの命令で順を捕らえるべく、背伸び族を襲うロボット族。その時、 森の中から超人的な運動能力を持つ美少年、スターザン S が現れ、純と背伸び族の危機を救う。作詞、作曲、古田義明、編曲石田勝則、歌ポプラ OP 冒頭に登場するスターゼンスのタイトルロゴが、スターウォーズのパロディとなっていて、映像は、スターザン S と純が恋人同士のように二人で、カラフルな宇宙空間をかけるものとなっている。作詞、 佐藤アリス、作曲、古田義明、編曲石田勝則、歌えたかの ED の映像は、エビルスがメイン。ロカビリーな曲調で、ヒロインの順に対するエビルスの思いを表現した歌詞となっている。作詞、作曲、古田義明、編曲石田勝則、歌えたかの、かおり子、コーラス、シャインズ作詞、佐藤アリス、作曲、古田義明、 編曲石田勝則、歌、山野里古城企画曲を収録した EP レコードは日本コロンビアより発売され、後に CD 化も実現している。フジテレビ系列の土曜18時台はローカルセールス枠のため、一部地域では遅れネットとなった。放送系列は放送当時、放送日時は1984年5月中旬から6月上旬時点のものとする。 2008年3月18日に NTT ドコモ向け携帯サイト、タツノコプロオフィシャルサイトがオープン。フォーマ 905i、904i、903i、705i、704i、703i シリーズ向けに、携帯電話での本編が配信されたほか、着歌や、待ち受け画像が配信された。テレビ局ネットワーク、アニメディア1984年6月号。 学研94から96ページ、ありがとうございます。